いや、参った参った。いや、これはその面目ない。あまりにドラゴンが恐ろしくてこの井戸に隠れていたんだ。この際だから伝えておこう。井戸の奥には気をつけた方がいいぞ。私は臆病が幸いしてあまり奥には進まなかったから何ともなかったが、何やら深部からうなり声や水音が聞こえてくるんだ。これは何かいる。私の勘がそう告げているんだ。まあ私は二度とこの中には戻りたくはないけれどね。何？わざわざ調べに行くのか？なんという豪傑。そうか、それならこいつを持っていくがいい。まだ少しなら使えるはずだ。お前の勇気は忘れない。死ぬなよ。井戸のうなり声の正体はリザードマンです。早速ランタンをつけましょう。装備中は水に濡れぬようご注意を。どちらに進むべきでしょうか。右側からは水の音が聞こえますね。獣の死骸ですね。遠くから鳴き声が聞こえます。先に進むには飛び降りるしかなさそうです。もちろんお任せ。武器に炎の力を。怪しい影が無数に。注意してください。さあ片付けてやりましょう。わかりました。同じ魔法を重ねます。ランタンは濡らさないように注意してください。切断しました。何かありますよ。リザードマンです。獲物は一掃できたようです。報告に戻りましょう。井戸の底にしては随分広大な空間ですね。強くなりました。気をつけてください。おお、井戸の魔物を退治したのか。お前の強胆さには感心しきりだな。うん。思い返せば私が井戸に潜んでいたおかげで村の危機を知らせるきっかけとなったわけだ。いやいや、これで私も肩の荷が下りたよ。自分が開けた井戸のせいで魔物騒ぎが起こったなんて言われちゃ申し訳ないしな。お前には世話になったな。こいつは少しばかりの感謝の気持ちだ。もらってくれ。これからは一兵士として領民の安全を守るため強くなることを誓うよ。いや本当だと思う。